はい、とお久しぶりということで、今週は、いや、対戦も何もないですよ。ガチャをとりあえず引いていこうと思うんですけど、対戦があれなんですね、バグかなんかで延期になって、それからあれか7月の終わりだったのが、ずーっとあれか、協力も何にも今ないってところですもんね。これでやっと8月に変わって、素材キャラのガチャがとりあえず入ったんでやっていこうと思うんですけど、これ話は全く別なんですけど、同じような英語アプリの鬼物語が、サービス終了あれなんか本当みたいでめっちゃショックだよなって。英語物語で言うことでもないですけど、英語物語まあ本当あれだな、そういうふうに、そういうふうにってことないけど、サービスあれだな、やっぱ継続してほしいよな。いや、いくらでも課金するって、じゃんじゃんチョコ買いますってところで、あれ本当なんだ、なんかちょっとあれだな、寂しいなってところで、いや発音できんもんな。英語物語もそうだもんな、まあ別になるとは言わんけど、ね、ちょっとなんか官僚深いじゃないけど、まあまあそこら辺の親身した話はさておいて、こちらもあれですね、対戦がまだまだ来てほしいというところで、とりあえずガチャを2アカウントで例によって1回ずつ引いていきますということで、シュークエがやってないですもんね、確か。そうだね、そうそうそう、対戦があったのでガチャを取って、そこら辺であれだずれたんだ。まあ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 、とりあえず明るくガチャを引いていきましょうということで、とりあえずまずは1回限定のフリーをいただいて、まさかの私のところにはこれ全然来んのかね。これまさかのじゃないだろう。これ出るんですよね、だってツイッターで報告しとる人おるもんな。出とるんだよな。これもう一個何これ、これ、あ、いや、もみじマンはいいや、もみじはいいわ。とりあえず1回行きましょう。これまさかのちゃんと入っとるの本当に。まさかのじゃないな、ビマシじゃないな、ネギだなこれ。あ、でもいいんじゃないですか。これ何だった。あ、違う、これがあれだ、集めるやつだね、1枚のやつだ。あ、いいんじゃないですか別に。これなんかネギだな、なんだ、厚なったらネギ食えってことか。なんか、お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 、いいんじゃないですか。いいんじゃないのこれ。まさか殿はいないけど、なんか、ピヨコバカ似たような顔してるんだけど。それで、とりあえずいいか。これいいんだよな。今月あれですよね。あなた、クエスト報酬。あれ、確か私もうなんか受け取っちゃった、間違えて押しちゃった、どれだったか。いかんだねこれ、やっちゃう。チョコ10連はいただいていいんだよな、いただきます。でこれもいただきますということで、ということで、ということでアカウント変えていきますということで、はい、ということでチェンジ、はい、ということでアカウント変えてきまして、こちらでもやっていきますということで、対戦がしつこいなお前。いや、なんかあれだな、あそこら辺がなんか調子狂ったんだよな、なんか、いや人のせいにすんなよということで、まあ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 ということで、とりあえず1回引いていきましょう。まあまあ、でもあれだな、いいの出るんだな、これ。あれが欲しいんだけど。まさかだのが。あ、何パーぐらいの確率？これまさかのじゃないもんな。ツイッターで報告しとる人、まあまあ見るもんな。あれだとなんか俺も当たるんじゃないかと思うんだけど。行きましょうか。ちょっと待って、シュークエやってないよな。やっとるわけないよな。対戦ないんだもん。ガチャ引いてないよな。やってないな。なんだお前、シュークエのためにやるんかってことで。まあ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 ってことで。レッツラドン。こいつなんか用出るな。熱いでか？ネギ食えってことか？あ、まあ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 。まさか殿はおらんのか。いいね、いいっすね、いいっすね、いいっすね。いいっすね、いいっすね。いいっすね、いいっすね。結構これいいんじゃないっすか。お、すげえ、すげえ、すげえ。何これ、何これ、何これ。まさか殿はいないけど。ネギはネギでもあれだな。イカって筋の入ったネギだでいいな。まあ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 、いいんじゃないっすか。結構いいね、いいね、いいね。まさか殿はいないけど、しつこいけど。あ、これ出るの？あ、取ってないで。ネギくん、ネギくんなの？
例えが面白いな。うん、電話ボックス最近見んね。Seems like you can communicate. Why did you become like this? That's because you don't eat leeks. ネギ食べやんか。If you can become macho by not eating leeks, then all bodybuilders must be avoiding leeks. ネギだけ食べれる店って結構ないもんな。Eco's viewpoint is always eco-exclusive. Hey, hey, hey.If you become a macho freak by not eating leeks, I should also be a macho by now. You don't eat leeks. I see. For the first time in a long time, I am pissed off. ネギってだってあれだもんな。メインじゃないもんね、あれは。To the rooftop deck. 薬味とかですもんね、あれは。なんだこいつ。えらい強気だな。Hell, my brother's getting abducted to the rooftop deck. If Neji's doing the shower Yankee manga way,これまではヤンキーマンがウェイなの。ヤンキーはないんかな。うん、間どきないだろうな、多分。うん、こんなネギボコボコにされるだろうな。いや、見た目こんなやつ弱いわけねえだろう。ね、進化素材って弱いんか。うん、確かに捨て低いな、あれはな。コストだけ高いくせにな。光合成すんの？ここに出てくるんですね。みんな口悪いんや、ほんと。なんかいいふうに訳したな。いや、みんな口悪いな。これ宣伝したいんかな。これを言いたいんかな。なんか若いな。だからネギだけは売ってないって。ネギだけ売ってないってことだけど、ネギだけ食べれるお店はあれだもんな。ネギ焼きとかだもんな。まあ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 、そんな感じでよかったんですけど、これって何、まさかの入っとんの、入ってないの、どういうことなんだろう。ゆるがみはあるのは分かるんだけど、まさかのないんかな。まあでも悪くはなかったですね。あ、いただいとくか。まあそれよりでもあれだな、やっぱ鬼ももなくなると別に英語物語でそんなこと言うあれじゃねえかってわけじゃないですけど、両方あれだもんな。英語、まあ英語アプリとして、まあ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 ね、まあ私は2つやってるからじゃないけど、英語物語もあれだな、続いてほしいな。そうだな、いつまでも続くってわからんしな、突然いろんな事情があると思うし、なんかしんみりするな。いや、発表が本日だったからですよ、鬼物語の終わるのが。あ、出るな、出しとこうか。お前、英語物語のアプリのくせになんで出すんやってこと。これこれこれ、本当に。音が出てないか、これ。音、あ、いつも私音消しとんですよ。あの動画の時だこと、音出しとんですよ。ほら、これ10月31日。これ本当に、あれだもんな。びっくりしたな、もう。いや、桃とかまあまあなくなると、これどういうふうになってくるんだろう。ゲーム自体これ潰し、あ、でもサーバーとかの維持があるもんな。これ欲しいな、だけどな、桃とかまあなくなる、そこら辺はいいけど。まあまあ、そんなしんみりするところは戻して、こっちに戻して終わりましょうかというところで。そんな感じでとりあえずガチャを引いてきまして。対戦とかどういう風なんでしょうね。あそこら辺なんだあれ。バグかなんかで、あれ、今週 ZR ガチャあるじゃん。あ、別に来週でもあれか。週刊でまた行けるか。復活だよね、これ。復刻だよね。新キャラじゃないもんね。どれだった？クラッシュ工場、素材キャラあれ。
これこれこれ、そうか、ここら辺からあれなんだ、対戦があれか、タンザニア、これで、ね、バグかなんかそこら辺の修正からってことですもんね。まあまあ、とりあえずいろんなイベントお待ちしていますってことで、新問題も、それより鬼桃がやっぱあれだな、悲しいな、ショックだなってところで、まあしんみりしてもしょうがないので前向きに行きましょうということで、はい、ということで、そんな感じで英語物語の久しぶりの素材キャラ大収穫ガチャをシュークエ10連に引っ掛けて引いたでした。まあ結果的には良かったんじゃないですかね。皆さんがどんな感じか、意外に当たって私は大したことなかったらあれだけど、まあそんな感じでとりあえず英語ゲーム毎日やっていますということで、はい、ということで、そんな感じで終わり。